くってもいいにあ、リップ塗るの忘れてたえ、なんかすっごい顔色悪い人になってる。ちょっと待ってね。全然体調悪くないよ。ちょっと唇がなさすぎてびっくりした今。すいません、少々お待ちを。なんかめっちゃ唇ないね。見てほら。すっごいなんか顔色悪い人になってる。大丈夫、ちょっとリップ塗ります。ちなみに最近のリップはリップモンスター01番です。新潟は大雪、大雪、今雪降ってるのかな、わかんない。でもね、雪はね、吹雪いてた。さっきちょっと前、だいぶ前かも。なんかふいてましたね。こんばんは。吹雪いてる、今吹雪いてる。そっか、積もらないことを祈っとくよね。市内はそうでもない。そっか、あ、ちょっと待って喋りながらリップ塗れないや。ちょっと一瞬消えるね。ちょっと待っててね。あ、かけびらが、あほほほ、かくが、うん、ちょっとは血色戻ったかな。オッケー、グッドモーニング。メール見て、あ、見ました、ありがとう、嬉しかった。最近お肌の調子どう？分かって言ってますね、それね。今日はあの画角が違うの気づきます？いつもカメラをこっち側にしてるんですけど、今日こっち側なんですよ。なぜかって言いますと、こちら側にニキビができまして、なんかこっちにカメラがあるともうニキビを映しに行ってるくらいの、なんかとてつもない目立ち方をしてしまったので、あ、これなんですけど、やばくない？だからカメラをこっちにしてちょっとでも紛らわそうっていう作戦です。言っちゃったらもう作戦じゃないんだけどね。やだ、今日その代わり、え、ね、聞いて、チョコ食べてないの？みんなさ、メールの返信でね、チョコ食べすぎちゃったっていうね、メールの返信めっちゃくれたんだけど、ここで言わせて、食べてない、食べてないよ。みんなそんなにもうチョコ爆食いする人じゃないんですから。ちなみにね、オペラフラペチーノもまだね我慢してるんですから。わかる？この苦悩を。本当にそう、めっちゃねちょっと目立っちゃってるんですよ。どんぶりのせいでは決してございませんね。どんぶりのせいだとしたらだいぶ遅いあ、やべ、どんぶり食べてたこの人、やべ、出てこなきゃみたいなちょっと気づくの遅かったね、キビちゃんだよ。ラーメンも食べてないです。そう、チョコもそんなに食べてない。カカオ、あの 70% カカオチョコとかは、あの気分転換にこのちっちゃいやつをね、一切れ二切れとかは食べたんだけど、そう、でもね、それだけではさすがにできないと思うから。あ、ゆめさんの卒業公演、そうなんです、ありがたいことに、ありがたいことにね、ゆめさんの卒業公演に出演させていただきます。嬉しすぎる、ありがとうございます。お、今日は萌ちゃんの配信を見る。 Thank you、 Thank you だよ。グミ食べたの？ラーメン食べたの？山賊焼きはね食べれてないのよどん兵衛の当選が届き始めてるねらしいですね。なんかその当たったよっていうのもね、メールの返信でくださった方もいたし、ちょっと私の分身が、あれ、分身ちゃん、あ、もう片付けちゃったんだ。分身ちゃんがどのお家に行くかがちょっとワクワクしております。私の分身ちゃん誰かな、誰かなじゃないか、どこに行くかな。ちなみにハッピーもね、どこに行くかなってワクワクしてます。お、30日の配信も楽しみでしょ。30日の配信はとあるグループさんとコラボ配信っていう感じですね。
楽しみだね。どこのグループさんとのコラボかみんな予想してるのかな。気になるでしょ。気にしとき気にしとき。とあるグループさん気にしとき気にしとき。ね、ハッピー当たった人はハッピーだよ。ハッピーだけにね。とあるグループ気になって髪の毛なんで大ごとすぎる。つけといて。髪の毛抜けたけつけといて。生やしときな。多分生えるからそのまま。グッドモーニング。なんかありがたいですね。とあるグループさんとかその。なんて言うんだろう、 NGT ないだけではなくってこう外部のというかないグループ外にねこう輪を広げて配信をさせていただけるっていうコラボ配信ってめちゃくちゃありがたいなと思って今からとても楽しみです。気になって夜しか眠れない十分。あ、ねえ、分かったかも、分かったかも、萌え、ニキビできた理由。なんか寝不足じゃないんだよね。全然寝不足じゃないの。寝てるんだけど、多分夜更かしをしてるのが悪いんだね、きっとね。って思います。思いました、今。でも夜更かしってやめられないよね。やめられるもんなら、そう人間苦労してないよね。お、磯部さんのカツ丼うらやましいから地元の特盛りソースカツ丼食べて。うわ、おいしそう。いいね。洗顔も絶対してます。あのね、私ね、褒めてほしいのが、今まで生まれてきて一回もこう寝る前なんか寝落ちっていうことをしたことがなくて、夜にちゃんと絶対にお風呂に入ってお布団でしか寝たことがなくて。え、だよね、ないよね、多分ないんだよね。絶対ね、顔は必ず洗ってんの。すごくない？寝落ちっていうのをね、18年間したことがなくて、ちょっとちゃんとこれは続けていきたいと思います。どんだけ眠くても、たとえ目が開いてなかったとしても、お風呂にはちゃんと入ってお布団で寝るんですよ。いきなり母親に話しかけた。あの、急にね、親子会を挟まるんで、ちょっとご承知おきくださいませって感じなんですけど、あ、もう少し年齢を重ねると寝落ちするようになるのかな。そう、ユーハがよくさ寝落ちするって話を聞くなら、うん、あの、もう一つ年を取ったら寝落ちしだすのかなってちょっとドキドキしちゃう。お布団で寝落ちしてる。でもね、わかる。お布団ね、なんかお布団に入ったら気を失うように寝るんですよ。あの、お家休みかーみたいな、めっちゃすぐ秒で寝る人なんですけど、週の半分寝落ち、気をつけてね、本当に床とかで寝ないようにね、風邪ひいちゃったら困るからね。20代後半から一気に来る。あ、じゃあちょっとまだ大丈夫か。ちょっと注意しときます。お、ゆうはが、萌えからグラビアの感想がめっちゃ来たって喜んでた。ありがとう。いや、マジで本当にめっちゃ、あ、向こうにあるんだけど。めちゃくちゃね、素敵なグラビアでした。すごい、今日さ、カメラがこっちでさ、私の画面から見て、あの、コメント欄もこっちなのよ。だからさ、いつもみたいにさ、右手でやるともうめっちゃこんなの。おや、指がちょっとどう、こう、こうやって見ればいいのか。こんな感じです。こたつね、夜勤の時とかね、そうだよね、お忙しいともうそうなっちゃうよね。とにかくね、あったかくしてね、風邪ひかないようにね。あ、サインはね、まだもらえてないです。まだね、会ってないからね。そう、またもらいたいと思います。こんばんは。お医者さんにはね、え、なんかね、ここ、なんだっけ、
生誕祭の直前に作っちゃったニキビの時にもらったお薬を今塗ってます。お、最近ガチャでもっちゃんの特賞が当たった、イエーイ、ありがとう。これはもう運命、運命だ運命だ。またじゃあその一番持って会いに来てね、待ってるよ。なんかさ思ったんだけどさ、おしゃべり会がないとさ、あのもう本当にね、それぞれの方にね言いたいことがね、でそれぞれの方に言いたいことがあるって言ったらすごい物申すアイドルみたいになっちゃってやだな。なんて言うんだろう、このさ、あのそれぞれの方にあの伝えたいこととかあるじゃん、やっぱりあるんですよ。これ話したい、あ、これあのこれをこの方に話したいっていうこととかめっちゃあるんだけど、なんかおしゃべり会がないとさ言えなくってさ、なんかめっちゃうずうずしてるんだよね。そんな物申したいことがあるとかじゃないよ、全然本当に。なんかそれこそそう特賞のうちは当たったね、ありがとうとか、そう本当におしゃべりしたいよね、本当に。全然物申しじゃなくてねあれをやめてこれをやめてとかじゃなくて、むしろこっちからあのありがとうを伝えたいことがいっぱいあって、でさ、なんかそれって配信とかで言うには違うことがあるじゃないですか。あのその人に直接言いたいこと、いいので言いたいこと、その人に直接、その人だけにありがとうを言いたい内容ってやっぱあるんですよ。でさ、それをねおしゃべり会で今までは伝えられてたけど最近ないからさ、うずうずしちゃって、あのお見送りの時とかもうちょっとなんかね、一回一回こうしゃべりたくなっちゃいた、しゃべりたくなっちゃうけど、まあそれはねダメだからって思って、うずうずしてます。そう怒んないよみんな怯えないで、怯えないでください。あ、確かに新公演の感想とか、え、確かにまださ、みんなのみんなからさ新公演の感想をお聞きしてないね、そういえばね。そこからか、え、確かに。なんか今まであれだな、それこそ配信とかあのメール返信とかでね、あの言ってくださってる、あの言ってくださる方とかね、すごく多くって嬉しくって、そう。でもお話し会で一対一で話してないね、そういえばね。あ、まだ新婚入れてない。もうぜひ、今多分楽しみが積もりに積もっていると思うので、ぜひぜひ来てください。おししかかとんありがとう、ね。本当メールの返信もね、そうでね、文字打つのってさ、なんだかんだめんどくさい時あるじゃんね。ね、直接会いたい、わかる、会って話したい、みんなと。もっちゃん公園に出るたびに大人になってる、ありがとう、嬉しい。大人への階段を登りますね、本当に。え、もう2ヶ月ないの、オフラインが。やば、2ヶ月もないのか。そっか、そうだよね、11月とかだっけ最後で、12月はもうね鬼のように早かった。12月がいつ始まったかも覚えてないなんか気づいたらなんか良いお年を言ってたね。気づいたらなんか明けましておめでとう言ってて、今に至るもんね。早っ、わー、そっか、会いたいね、本当にね。 MC の安定感、ありがとうございます。お、新春公演 DMM で見れた、ありがとう。お、特製ハラミ丼美味しかった、よかった、ありがとうございます、嬉しい。わかる、気づいたらクリスマスも過ぎてた、わかるよ。ていうかさ、あのさ、クリスマスからの年末年始のこの流れがさ、もうなんかもうヒヨーンって感じじゃない、なんか、え、何事みたいななんかクリスマスが来るまではさ、多少なりともさ
クリスマスに向かうワクワク感はあるさ。クリスマスだもうすぐみたいな、なんかあるじゃん。でもさ、クリスマス24日からさ31日までって本当にもうヒヨーンっていう、なんかまばたきした瞬間通り過ぎていく感じ。あれクリスマスってなんだっけあれお正月何すればいいんだっけみたいな本当に激早だった。本当にね、本当にロケットかと思うくらい早いですよね。あ、そう、高校卒業ね。私ね今日もねお勉強頑張りましたよ。お勉強お勉強。そうだね、さっきあれだね、コメントでも言ってくださったように今新春公演のアーカイブ配信が DMM さんでねしているのでね、ぜひご覧ください。新春公演は延期というか振り替え日程変更でね、つい最近やったんですけれども、ちょっと待って、もう日付忘れちゃったね、連続4公演のね最後の日だったってことは覚えてる。最後ね、今日が21日ですね。ありがとうございます。21日の夜公演にね振り返りだったんですけど、それはね当選した方のみが入れるって感じでね、 DMM での配信生配信もなかったし、当日券とかもなかったからね、なかなか見ていただける機会が方が少なかったと思うんですけど、アーカイブが始まりましたのでぜひご覧ください。そう、すもちゃんのラストステージ、そうなん、うわ、なんかまださ実感わかないんだよね。なんか明日すもちゃんいる気がするなんか全然明日すもちゃんに会う気がするんだよねっていうくらい、ぜひご覧ください、ね。先輩にまとわりつかれるユーハを助けるものが、そう、うちのユーハがっていうに後ろからねこっそり助けに行こうとしてました。わかる、思い出公園の衣装たくさん見れて、ありがとう。そう、衣装かわいいよね、全部かわいい。帰国したらじっくり見ます。いやマジ頑張ってください、ありがとう。ぜひぜひ、メンバー全員でのステージ、そうだよね、確かにメンバー全員で劇場のステージに立ったのもすごく久しぶりだったかも。あれかな、なんだっけ、ファン総会以来、あれそんなことはない、夏だったイメージがある。あ終電あったうわ、待って、そうだよね、今年の話だよね、夏なんかじゃないですね、すみません、もう記憶が飛びまくってますね。周年ですね、つい最近じゃんね。そうだそうだ、やばいね、ちょっと疲れてるかな確かに周年公演ですね。はい、じゃあそんなに大事でもなかったですねでもね、わかる、公演の劇場に全員で立つってすごいね、立ってる側からしてもステージが狭く感じます。やっぱ人が多い分ね、人と人との距離が近くって狭く感じるよ。でもその分なんか前後左右から他の方のパワーも感じて、より私もお、みんなにパワーを届けようってなって、皆さんにもいつもの倍人数が多い分ね、パワーをお届けできたらなって思ってるからね、届いてるといいなって思います。密度高い、わかる、忙しいのはいいこと、いやもう本当にありがたいことですよね。忙しいって、忙しいっていうか私からしたら忙しいっていうかすごく充実してます。充実感が嬉しいです。ポジション移動とか動線大変、わかる、そうなの、
よく分かってくれる、ありがとう。そうなんですよね、人数が多くなる分ちょっとでもね、一人二人のこの動線を間違えるだけで大事故につながりかねないので、動線はね難しいよね。みゆみゆさんと私の後でいいよね。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。私後でとか、あの可愛い曲、キュワッとした曲をしたことがなくて、実は後での以外になんかもう可愛いに全振り切っていうか、不思議可愛さとか、そういう曲に挑戦したことがなくって、でもちょっと頑張って研究というか、日々ちょっと研究を重ねてやっているつもりではいるんですけれど、どうかな、できてるかな、ちょっと歌い方も変えてはいる。あの最初の歌い出し、期末テストの勉強中手が離せないようで、あの普通の歌い方じゃないですね。なんか裏声みたいな、裏声とまではいかないんだけど、ちょっとなるべく可愛い声を、もともと声が低いから私、普通の歌声で歌うとちょっとドソの聞いた後になっちゃうかなっていう。あとみゆみゆさんのね歌声が本当に可愛いから、それを受けてより一層さ、なんか私のドソの聞いた声になっちゃったら空気壊すと思って、可愛く可愛くを意識してます。できてる、嬉しい。これからももっとね可愛く歌えるように頑張ります。お、今お仕事を終えて電車に乗ったとこ、お疲れ様、お疲れ様です。あざどすかわいい。あざといけどどすの聞いてれてる。低音が出る、そう、低音、低い声は結構ね、低い音歌とか歌ってても出ますね。喉がそういう構成なのかも。その代わり高い音が全然出ないんですよ。だから蒸発した水分とかもめっちゃ一生カラオケで歌ってる。ちなみに今日も歌ってきました。待って、嬉しい、萌ちゃんのパフォーマンス好きですだって。そんなこと言われたら萌も好きになっちゃう。ありがとうございます、これからも頑張るね。嬉しい、透明感のある声、初めて言っていただけてありがとう。最後はけるときって、そう、最後にねお手手をつないではけるときにね、はけるっていうのね、いつもね私がねわがままを言ってつないでいただいてるんです。今日もお手手つないでいいですかって。そしたらもうみゆみゆさん優しいからさ、いいよつなごうって優しく言ってくださってね、毎回つながせていただいております、ありがとうございます。後でのあの可愛い世界観をなんか吐けるステージからいなくなるまで表現できたらなっていう思いを込めて手をつながせていただいております。キワキワもバキバキも親身にもありがとう、もう全方向いけるように頑張る。みゆみゆさんはもう私はお姉ちゃんかと錯覚するくらい優しくしていただいて嬉しい。そのうち腕に抱きつくそう。確かにね、大人っぽくなっちゃってちょっと寂しい。嘘、大人っぽいとくなりました。大人っぽくとくね、なっちゃったよね。安心して、滑舌だけは成長してないみたいだから。待って、トッポギ食べたくなってきた。
ッポギってさ一時期流行ったけど最近も流行ってるのかな。あ、そうですね、絵も成長してますすいませんね、絵成長しなくて。全然ね、成長しないんですよね。サムギョプサルね、いいね。そう、寒くて口が回らない。そうそう、寒くてね、口が回らない。もうマイナス10度だからここマイナス10度だからもう全然口回らないんですよ。そう、今さ、パッて目に入ってさ、あの最近、てか今使ってるね、リップクリーム、あの口紅なんだけど、ちょっと聞いてほしいのがね、あのリップモンスターっていうケイトっていうメーカーさんのリップモンスター01番を使ってるんですけど、リップのあの名前っていうのかな、ネーミングって結構独特なところがすごく多くて、どのメーカーさんもね。ちなみに私ね、これね、欲望の塊なのな、何よりも大人っぽいやつここにいました。欲望の塊っていう口紅を使ってるんです私なんかあの多分おそらくこの私真っ赤っかなリップを使ってるんです。真っ赤っかを薄く塗るのが好きで、うん、あのまさかのその名前が欲望の塊でしたあのいつ言おうかちょっとさっきから迷ってたんだよね。さっきさ商品紹介したじゃん、あのリップモンスター01番までって、その下にねちっちゃくカッコ欲望の塊って書いてあるの。それ目にパッて入って、うわ今言おうか迷うなって思って今まで温めてました。ありがとうございます。今ようやく言えて満足です。食欲の塊、誰が食欲の塊や。まあね、確かにね、私はどちらかというと欲望よりかは食欲なんですけどね。そうですね。あ、はるかさんのベーグルあれか、農業の未来ね。そうだよね、確かに欲望の塊を薄く、ね、そう矛盾してるもんね。そうそう、なんかね薄く塗るって、あのなんかこれね重ね塗りをねしないっていう感じ、こうワンワンワンストロークみたいなそんな感じです、確かに今このルームに入ってきた人、この子何話してんだろうってなるよね。あのねリップ口紅の話をしてました。で今私が使ってる口紅の名前が欲望の塊っていう名前っていうね、それの話をしておりました。身長もうね伸びなくていいかなもちろん本当にご飯だけ3杯も食べれるの、食べれますよ、本当に食べれるんですよ、本当に本当に。お、萌えの食レポ見た、全部美味しそうすぎた、美味しかったよ、ありがとう、嬉しい、見てくれてありがとうございます。そう、25日、お、明日だ、明日から、明日の18時過ぎとか言ってたっけな、から TVer にてあの配信が始まるので、ぜひ見てください、見てくださいぜひご覧ください。お、どん兵衛さんの商品が届くって通知が来た、え、どん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 私の分身が、あの出張、萌えの分身の出張先が見えてきてる今ね、2体分かった2体分かりましたね。私のハッピーは今回はどこのお家へ行くのでしょうか。友達も当たったって喜んでた、お、よかった、これでじゃあ3体お、みゆみゆさんのが当たった、いいですね、いいですね、いいですね、萌えも欲しいんだ、違う、みゆみゆさんのアクスタを狙ってたのは我が家だパパ当たったかな、
いや、大体ね、こういうね、なんか抽選とかはね、杉本家全く運がないので絶対に当たんないんですけど、ね、当たってたら面白いよね。誰あげるよ、みんな誰パパからこっそり奪って、あのもういつかさ、それこそおしゃべり会とかでさあげるよ本当にね。さあ、さてさて、私の分身はどの方に行くのでしょうか。でもなんかもうそれも懐かしいっていうか、いつだっけ、ちょうどここにあるんだよね。1月、そっか、12月31日までのレシートでやってたもんね。へえ。なんかもう懐かしい。早いな。お、今回は佐賀部長が我が家に来ました。お、いいですね。え、もうめっちゃレアじゃん。いいな。ショールームと新潟一番サンデープラスの二窓、多いですね、ありがとう催しの知り合いが白米苦しそうに3枚食べてたえ、ごめん、苦しい思いをさせてもね押し付けてしまった、ありがとう、次は美味しく食べてね。やっぱり美味しく食べるのが一番ですからね。あ、確かにゆめさんと配信したい。そうだよね、確かにゆめさんと なんていうの、コラボ配信って言えばいいのかな、普通にね配信で一緒にしたいですね。やば、もっちゃん押し始めてから太りましたあのごめん、言わせて、萌のせいに萌のせいだった、ごめん。なんだろう、なんだろう、どん兵衛かな、あとご飯、白いご飯を勧めすぎた。そしたらね、あのお散歩していこう、うん、青空の下、同じ空見上げながらお散歩していこう。幸せってこと、確かに幸せってことですね。そういうことにしておきましょう。でもお米ってね、いいんだよ、結構パンとかよりかはね。だからまあ食べなきゃですね言い聞かせてる自分に、食べなきゃだからね、いいんだよ食べて。思い当たる節はいっぱいあるけど体大きくなりました。いや幸せなことだよ、うんうん。ちなみにね、今日ね、今日も萌えねお散歩したんだ。なんかあのお散歩っていうかは走ったなんかね、うおーってなってね、走ったそんなやばい人じゃないですよ、あの安心してください。あ、でも旗から見たらやばかったかな、うおーとは言ってないんですけど、なんかうわーって思いながら走ってましたあ、青春とかそんなあの綺麗なもんではないんですけど、寒すぎてあの着れるもん全部着て走りました。涙流しながらはそれ一番やばい人、涙流しながら走ってたらもう声かけられちゃう、大丈夫って。そうじゃないですよ。お、野球チームのコーチも米を食えって言います。そう、お米って本当に大事だよ。多分日本人にとってさ、やっぱ昔からお米を食べてるからこそ、日本人の体質っていうの、体もうお米が一番合う体なんじゃない？わかんないけど、多分、うん、さすが体の痛みを運動して治す人。そう、なんかさ思ったんだけどさ、萌えって健康オタクだよね結構
自分で最近自覚し始めたんだけど、健康的な食事、健康的な運動っていうのをできると勝手に満足度が上がる人なんですよ。健康オタクだなって思います。毎日2キロ歩くといいんだ。へえ、2キロ頑張って歩いてみようかな。笑いながら走ったの。怖い怖い、みんなはけてくみたいな。声かけるとかの場合じゃないか。一人で。要はバランスの取れた食事。そうだね、何事もほどほどにですね。ほどほどに。小食すぎて、ああそうなの。まあでもね、それ人それぞれありますからね。逆に食べ過ぎて体調崩す方もいらっしゃるもんね。あ、303の豚汁食べた。わ、いいね、ありがとう。ありがとう。私は別にあれ作ってるわけじゃないのでね。わかる、幸せをって美味しさを共有できて嬉しい。仕事で米作りしてるけど、もっちゃんが喜んでくれるから嬉しいし、やりがいを感じて、嬉しい。でも本当にお米好きだから、マジでなんか本当にお米を作ってくださる方々に本当に感謝してる。本当に本当に。てかなんならね、なんていうの、お米を作る、それこそ農業部でもやってるけど、地元でも結構してたこと、体験とかね、たくさんやったから本当に分かるの。てか手で植えてたことあるの。みんなで何もうドロッだらけになって本当にドロッだらけになりながら手で稲を植えてとかしたことがあるんですよ。その大変さも分かるからこそ、よりねありがたみを感じるし、もっとお米が大好きになったしって感じだから、ありがとうございます。長野県も結構あれだよね、有数の米どころでもあるよね。今日はカルボナーラ食べた。いいですね、萌もカルボナーラもう食べたいよ。ね、わかる、パパに豚汁食べてもらいたい。本当に早く豚汁食べに来てほしい。お米を差し入れしたい。うわー喜ぶ。お米の差し入れが一回あったんですよ。米百票フェス、米フェスに出演させていただいた時に、出演者全員分って言って楽屋にこれくらいの何合だったかな、少なかったっていうか、この食べきりサイズっていうのにではあったんだけど、人数分楽屋にお米をね、生米っていうのをね置いといてくださって、いやそれがさめっちゃ美味しくて、もうね食べたんですけど、いやマジで美味しくて、もちろん いつもっていうかよくしてくださるこのスイーツとかの差し入れももちろん嬉しかったんですけど、生米の差し入れが一番テンション上がってた。異様にテンション上がってましたね。いや嬉しい。しかも米フェスのお米の美味しさをもうさ、ケータリングのおにぎりで知ってたからさ、米フェスのっていうか長岡のっていうのかな、いやこれもしかして家で食べれちゃう系って思ってテンション爆上げでした。そう、本当に米フェスめっちゃ楽しかった。コシヒカリでしたね、私もいただいてね、美味しかったよね、わかる、めちゃくちゃ美味しくて幸せでした。またね、来年年的には今年になるのか、来年度かのね、米フェスももしあったらね出演させていただきたいなと思います。萌好きな品種かコシヒカリかな。コシヒカリが一番食べ慣れてるっていうか、そんな感じかな。よく一番食べるのがコシヒカリだから、食べ慣れてるのはコシヒカリかも。
そう食べ比べとかしてみたいよね。でもなんかお米の食べ比べってなかなかする機会がなくて。安曇野のわさびと温かいお米で、わさびとお米って合うんですか？ちょっとそれは食べたことないな。へえ。時娘もね、コシヒカリだね。そうだよね。あれ時、あ、そういうことか。品種あれか。なるほどね、確かにここはとコシ、あ、違う、時娘時娘、確かに言って言うべきでした、うん、わさび漬け、わさび丼、合うんだ、すごい。コシイブキ初めて聞いたの。しんのすけ、あ、聞いたことある。よく売ってるよねスーパーにね。わさびね、実はね、苦手ではないんですけど、苦手なのかな、あのかあのツーンとする感じがちょっとね、まだ鼻がこう取れかけるからちょっとね、得意ではないんですよね。あのね、唐辛子とかの唐辛子系の辛味っていうのかなは、すっごい好きなの。だからあのキムチ鍋とかすごい好きだし、そう、そうそう、わさびと和からしは苦手。そうです、それです、そうなんですよね。長野も有名なわさびあります。大王わさび農園っていう、あの本当に綺麗な湧き水でわさびを育てている農園があって、なんかね、いろんな名物があるんですけど、特にわさびソフトっていう、そう、なんかわさびのソフトクリーム、わさび味のソフトクリームって言った、想像つかないよね、味の想像ね、多分想像してるのと違うかもしれないちょっと一回食べてみてほしい。そう、あの、そう、わさびってね、水がきれいじゃ、きれいなところで育つっていうね。その分やっぱりね、本当に安曇野って本当に水がきれいで美味しいの。もうね、水道水が美味しいのこれは本当に。だからね、ぜひ安曇野に行ったらお水も飲んでほしいなと思います。新潟県内にもわさび屋あるんだ。へえ、初めて知った。行ってみたいな。いいな、いいな。そう、水道水美味しいんだよね。柏崎なんだね。柏崎なんだ、すごい。なんか柏崎って何でもあるね。越後バナナも柏崎って、バナナとわさびと柏崎って言ったら何があるんだっけ何でもあるねって言いながら今わさびとバナナしか出てこなくなっちゃった。安曇野も水の、安曇野に水飲みに行こう、行こう行こう。海沿いを車で走ってるとあるの。へえ。大王わさび農園ならうちから10分で行ける。おー、いいですね、近いんだねわさびそば、へえ、わさびそば、緑色の麺知ってるの？わさびそばって初めて聞いたな。見たことあるかな、もしかして。安曇野といえばサラバンド、え、待って、サラバンドってなんだ。え、待って、わかい、私わかんないかも。サラバンド、お水が美味しいと、お米もお蕎麦も日本酒も美味しい。確かにね、そう考えると新潟の長野って似てるのか。小宮山製菓、あ、
クリームパヒュ。え、待って、なんだ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 、やばい、私わかんないかも。なんだろう、めんつゆにわさびいらず。おお、あ、そういうお菓子があるんだ。食べたことある？ないよね。もうね食べたことない、それ。気になるね。お菓子だったみたい。今ね、母親が見せてくれました。もう美味しそうだった、食べてみたい。待って、また嬉しい。最近の公演、萌さんかっこいいだって。嬉しい、ありがとうございます。これからもかっこよくね。なんかね、地元のね、穂高っていうところにある、安曇野市の穂高っていうところにあるお菓子工場なんだって。食べたことないやね。確かに帰った際はぜひですね、食べたいと思います。地元でよく食べてたお菓子なんて、ごめんね、シャトレーゼかもシャトレーゼよく食べて、なんかね、あの父親も結構シャトレーゼが好きで、シャトレーゼなんかあのね、聞いてほしい、生チョコ大福が美味しいの。みんなちょっと聞いて、生チョコ大福食べたことありますか？シャトレーゼのどこにでもあるとか言わない美味しい、知ってる？シャトレーゼ、あのちなみにシャトレーゼ、あのね、もうクリームが好きなんですよ、シャトレーゼの。あの甘すぎない、甘ったるくないシャトレーゼ、年中無休で、わかる。そう、しかも結構さ、すごい美味しいのに、あの少しお値段設定もこうさ、程よいじゃない、めちゃくちゃ高いわけでもないじゃん、ね、わかる。チョコバッキー美味しいんだよね夏はチョコバッキー、冬は生チョコアイス。そうなの、そうなんだよね。うわー、わかる、そうなんです。夏はもうチョコバッキーしか勝たんでしょ。どら焼きね、そうパパね、どら焼き大好きだからね、絶対買ってる。チョコバッキー派ね、わかる。で冬は絶対ね、あの生チョコ大福を食べてほしい。うん、本当に本当にいいよね。生ワイン、あ、生ワインね。わ、お風呂上がりでハーゲンダッツ食べてる。なんやって？シューアイスはまだ食べてる。シャトレーゼ巡礼巡礼するほど、私もそんなさ、店舗回るほどオタクでもないんですけどね。そう、チョコバッキー美味しいよね、本当に。たまにあの、でも歯折れるかと思うくらい分厚いチョコの層、たまに当たるけどね。あれがまたいいんですよ、私ほんとチョコ大好き人間だから、それが幸せに感じる。バター使ってるどら焼き、アップルパイ、いや、いいね、おいしい。なんだっけな、もう一個ね、もう好きなの、あ、ありました。もうね、シャトレーゼで一番最初にハマったのが、マンゴープリン、食べたことありますか？シャトレーゼのマンゴープリンがめっちゃ美味しくて、みんなぜひ食べていただきたい。めっちゃ美味しいんだよ、なんか本当に。マンゴープリンはね、私あのすっごい思い出に残ってるのが、中学生の時に一番ハマってたんですけど、中学生の時は私あの剣道、あの部活で剣道をしていて、だいたい土曜日とか日曜日とか、その休日か、休日にはね、あの練習会って言って、なんて言うんだろう、合同練習会っていうのがあったんですよ、結構毎週末ね。でその練習会が本当にきつくて、もうなんか言ってしまえば地獄ですよ本当に、もうなんかもう毎回泣いてたんじゃないかくらいに大変で、でも帰ってきてからのマンゴープリンがもう染みるの、頑張ってよかった今日って思えるくらい
そう、もうね、それが一番の思い出ですよね。それも相まって一番好きになったのかもしれない。なんか私の心を癒してくれる存在っていう、その頃から、もう物心ついた時から心の安らぎを食に求めてたんですねご褒美でした。で次の日日曜日とかはもう夜朝は10時まで寝るみたいな、10時間睡眠でしたね完全に。そう、そんな思い出もあってよりね美味しいっていうか、すごい思い出に残ってますね。え、ぜひぜひマンゴープリン早速買いに行ってくれるありがとうねみんな。いやめっちゃ嬉しいのがさ、そうさっきもさ、もう最近メールにさ、メールでも、まあ、こうやってショールームでも言ってたんだけどさ、なんだっけ、カルボナーラを作って食べたって言ったらさ、みんなカルボナーラ食べてくれるしさ、萌がこれ好きって言ったら私も買ってみるって言ってくれてさ、すごいなんか嬉しいよ。私はみんなとね幸せを共有できているのが嬉しすぎて、ありがとうね。やっぱ幸せってさ、自分の中に留めておくよりかはさ、誰かと共有した方がもっと幸せになれるじゃん。それをすごいさしてくれて本当に嬉しい。チーズまんじゅう、焼き芋、サイカ、そう、チーズまんじゅうってもう名前から美味しいね。美味しそう、みんな優しいの。ねえ、わかる、ちょっと自慢させて。私のことを応援してくださってる皆さんと本当に優しいの。なんかそんなことあるってくらい優しいの。わかるわかるっていうか、本当に優しくて、なんかもう大自慢ですよ本当に。なんかさ、それこそさ、メールの返信とかも本当に優しくてさ、なんかなんていうの、いわゆる誹謗中傷みたいな、そういうのが本当に一切ないっていうのが、普通そんなことあるって思うくらい、みんな優しくて本当に。なんかそれこそなんか涙出そうになったのがさ、私体調崩しててさ、初めておはようメールもお休みメールもさ全然送らなかった時期あったじゃん。その時もね、メールまだとか、なんかメールはどうしたのみたいな、そういう感じじゃなくて、なんかもう大丈夫、自分のペースでいいからねって、すごいなんか寄り添ってくれる、この心配の文面をたくさんねくださってね、なんて優しいのって思う。もう本当に嬉しすぎて、ありがとうで、ね、確かにもう NGT のファンの皆さんが優しいんだねきっとね。本当に嬉しくて、もうみんなのこと自慢、もうみんなに話したい。私のことを応援してくださってる方めっちゃ優しいんだからねって大自慢ですね。ありがとうね、いつも。もうありがたい限り。だからもうニキビ作っても頑張れちゃう見てよこの存在感あふれるニキビを。すっぴんだから特にさ、わかるもん、ね、めっちゃニキビって感じ。消えなさい早く、もうすんって。なんか絆創膏貼りたいよねいっそのこと、いっそのこと絆創膏貼ってね、なんか抹消したいよねプンスカだよ本当に、プンスカプンスカ。今日のねメールにね、ニキビができましたプンスカって送って、プンスカって文字を打ったら、絵文字のこの変換候補みたいな中に、そう、これもうねなんでみんなに伝わらないこれって言って、この絵文字、このプンスカって絵文字が出てきてですね、一目惚れしてね2回も打っちゃったこれそ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 れ、みんなが今打ってくれてるやつ、めっちゃ可愛くない？めっちゃこの絵文字可愛いなって思って、もうこの子見てたらさ、なんかニキビなんかで怒ってちゃいけないなと思って、そう、心穏やかに頑張ろうと思いましためっちゃ可愛いよねこのプンスカ絵文字。
お姉ちゃん、あ、そうそう、みゆみゆさんもね、顎にニキビができちゃったって言ってらっしゃって、なんか似てるね、肌の周期も似てるのかなこのニキビ周期っていうの、いや一番この女の子がいらないって思うこのニキビの周期似てるのかもしれない。え、56分、え、ほんまや、早っ。待って、今日何話してたっけ。すごい、もう秒だったね。今日何話してたかもう記憶ないやなんか欲望の塊って覚えてる欲望の塊っていう名前がついたリップを使ってますみたいな、その話しかあんまりもう記憶ないんですけどまあそんなことは置いといてですね、そろそろ壇上読みをしようかな。その前にスクショタイムをしよう。何をしよう、何する、ハート、今日のニット可愛いでしょ、これよく見るニットかな、お前めっちゃ着てるの。そう、なんかね、あ、ごめんね全然配信終わんないんだけどいい、あのね、このね、後ろにね、なんか穴開いちゃったの、なんかほつれたっていうか、穴開いたっていうかほつれたっていうのかな、糸がピロロロンってなってほつれてね、穴開いちゃったんだけど、あのお正月に実家に帰った時におばあちゃんにあの毛糸で直してもらったんですよ。それからめっちゃ着まくってる。でもなんかちょっともうね、縫ってあるからね、表舞台には着ていけないと思って表舞台には着ていけない、なんて言うんだろう、そう、収録とかお仕事にはちょっと着ていけないなということで、もうあの、あ、ちょっと見せれないんだけど、あのプライベートでめっちゃ着てるんですけど、すごいよね、萌えだったら穴もっと広げちゃうよ絶対あの針刺したところからもうどんどんほつれさせていっちゃう。なんだけどね、このニット可愛いよね、黄色っていいよね。あ、急にスクショタイム始まったごめん、何も言わずにスクショタイム始まりました、イエイ。そういえば最近ね、ようやくね、お洋服を買ったんです。お洋服っていうわけではないんだけどね、着回しができそうな、ロケとか何かの収録とかに着れそうだなっていうお洋服をたくさんね買いました。ウレピオ、しかもめっちゃお安くセールしてて 50% オフとか多くて、めっちゃいいお買い物しました。天才です。ということで、そろそろ壇上読みをしたいと思います。13位からいきますね。13位いきます。13位、高尾さん、ありがとうございます。12位パックさん、ありがとうございます。11位リュウさん、ありがとうございます。10位マーサンさん、ありがとうございます。9位お茶とうまん白いご飯3杯さん、ありがとうございます。8位マサヒゲさん、ありがとうございます。7位マサさん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 、ありがとう、マサさん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 、ありがとうございます。6位 B たけしさん、ありがとうございます。5位セッテンガーさん、ありがとうございます。4位ハイスノーさんさんサンデーさん、ありがとうございます。3位ハクタカさん、ありがとうございます。2位日焼けさんさんさん、ありがとうございます。そして1位はチェリーモエナナグッドモイニングさんです。ありがとうございました。今日も配信ありがとうね。そっか、昨日できなかったから一日空いちゃったね。でもありがとうね、今日も来てくれて、とても楽しい配信でした。
終始何喋ってたかは忘れたけどよくあるんだよね、私あの自分で喋ったこと忘れるんだよね。ね、ありがとうみんなほっぺたいたわってくれて、ちょっとさ念かけといて、なおれーって、はい、せーの、なおれー。あ、今ファンをもらってる、もらってる、あ、みんなからもらってる、なおる、なおるぞ、なおるぞ。わ、みんなからなおれパワーが届いてる。お、これはなおるぞ、ありがとう。わ、わ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、わ、めっちゃ来てる、ほら、パワーが、なおる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 、よし、ありがとう。これできっと治ります。まずはね、とりあえずあの今日の最大ノルマも私朝起きた時から決めてて、あのマルチビタミンのインゼリーを飲むこのあと遂行していきたいと思います。マルチビタミンを飲んで寝たらなんとかなると思っているので、はい、なんともなんないんですけどね、もう気持ち程度になんですけどね、ビタミンは大事なのでっていう論点から、はい、ということでそろそろ終わろうかなと思います。言い忘れたことは、明日からようやく TVer にて、あの新潟一番サンデープラスさんのあのどんぶりロケ、どんぶり特集のロケの配信がスタートするので、ぜひご覧ください。あと生写真が販売中です。キツネさんになりました。あ、そう、推しの子のさ実写版がさ、アシュだ、あ、斉藤飛鳥さんだったの知ってます？待って、絶対今その話じゃないんだよな。え、わかる？マジ、あ、斉藤飛鳥さん可愛すぎて画面からしばらく目が離せなかった。口がアングリだった。ということでいいのいいの、そういうあの私のね、そういう話はもういいんですよ。ということでじゃあねまたね。わかる、アシュ様お顔が小さすぎて可愛い。またね、おやすみなさい。見てくれてありがとうね。今日もコメントとギフトとお星さんもたくさんありがとうございました。おい、ありがとう、いつも。またね、おやすみ、バイビー。